どうしてもその会議だったりとかマネージメントという中で失敗をしないように、失敗をさせないように議論をしちゃうと、こうしたら失敗する、ああしたら失敗する、こうしたらこいつは失敗する、こうしたらあいつは滅ぶ、まあこんな議論になることが多いなというふうに、まあ、思っています。例えば走り幅跳びって言ったら、まあ、6回だか7回飛んで1回一番遠くまで飛べばいいわけですよね。1回もこの白いラインを越えちゃいけないっていう競技だったらまた違う人が優勝しているかもしれませんし、ひょっとしたら今の世界記録は1メートルぐらい短いかもしれませんよね。1回たりともファールしたら失格だっていうルールだったら違うかもしれないですよね。まあ、あの失敗をさせないようなマネジメントっていうのはですね、僕はあまり好きではなくて、まあ、もちろんいろんな考え方ありますし、いろんな正解があるとは思うんですけれども、まあ、特にですね、まあ、ここまで、まあ、高度情報化社会みたいな状態で申し上げますとですね、できるならばこうやりたいと思って言ってるんですけれども、失敗の総量をマネジメントしたいなということをよく話をしています。それは、まあ、例えばこいつがこれにトライするって言ってる、この人が これにトライするって言ってると、この人が失敗して、この人が失敗して、この人が失敗しても会社全体としてはなんとかなるっていうことなのか、こいつが失敗しそうだからこいつを失敗させないようにする、こいつが失敗しそうだからこいつを失敗させないように、このプロジェクトが失敗しそうだからこれはプロジェクト失敗しないようにしようという議論をするのか、やっぱり全く違うと思うんですね。よし、10個プロジェクトやってる、9個失敗しても絶対にいいんだっていう、何なら10個失敗してもいいという経営をするのかっていうのはすごく違うなというふうに思ってます。その人その人なりのリーダーシップがあって、私はこれが正しいと思うというか、私はこれが好きだ、私はこれがやりたい、この会社はこれがやりたい、このチームはこれがやりたい、それが正しいか間違ってるかっていうのは僕は本当にないと思っていて、この会社このチームがこれをやりたいっていうことをまず決める。でそしたらですね、ハウに関しては、まあ、いろんな登り方があるんで、失敗してもいいじゃんというふうにいかに経営できるかということが経営者としては大事じゃないかなというふうに思っています。